はい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 。少し未来の活躍というかね。うん。すごく近未来の試合を感じたというかね。うん。浅野選手であったりとか、まあ、門脇選手もそうですし、まあ、井上投手もそうですけども、非常に若い選手が、ここの、終盤のね、この大事な場面ですごく頑張ってくれてるんじゃないかなというふうに思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほどありました、ジャイアンツ対ドラゴンズの試合解説やっていきたいなというふうに思ってます。はい、まあジャイアンツね、今日勝ちまして、まあ昨日負けてしまったんですけども、なんとかね、まあ負けられない戦いが続くというところで、まあ今日勝てたっていうのは非常に良かったんちゃうかなと思います。まあ先発の井上投手もね、非常に、いいピッチング。まあランナーはね、出しながらではあるんですが、まあバックにもね、支えられながらね、まあしっかり投げれてたと。まあ少しベースカバーがね、遅れたところはありましたが、まあそこも含めてもね、まあいいピッチングができてたんじゃないかなというふうに思います。まあ後で解説しますけども、まあ浅野選手だったりとかね、まあ門脇選手の守備もありましたし、まあ打撃でもマルチアンダーを放っているというところで、まあ非常に若手の選手っていうところがね、非常にこう躍動してるなというところを感じました。頼もしいなというふうに思いました。はい、じゃあですね、今日の動画の内容としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点などを見ていきまして、で、最後に僕が気になったところを配球チャートなんかも使いながらね、見ていきたいと思います。はい、じゃあですね、まず、得点シーン振り返っていきたいんですけども、僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はいですね、今日はですね、6対2というところで、ジャイアンツ勝利をいたしました。まあはい、まあ非常に、意外とね、6対2という風に点差開いてるんだけども、危ない場面というかね、点が取られそうだなっていう場面は非常に、あったんですね。うん、はい、じゃあちょっと見ていきますけども、まず1回裏ですね、ワンアウトランナーなしから浅野選手のホームラン、これまずでかかったですね。はい、まあちょっと抜けてきたカットボールだったと思うんですけど、まあしっかり、叩けたっていうところは非常に今日、まあ2番に抜擢されてて、まあチームにすごく勢いをもたらしてくれたなというふうに思います。はい。で、次5回裏なんですけども、まあ2アウト1、3塁から吉川選手のライト前ヒット。まあ今日6番に座ってたんですけども、まあ、打順が、まあハマったという形になりますと、今日ね。で、2アウト1、3塁からまあ岸田選手の打席の時にまあワイルドピッチなんかもありまして、この回2点取りますと。で、6回裏にもですね、1アウト1、2塁から浅野選手のセンター前ヒット。はい。で、7回表ですね。この回ちょっと失点してしまうんですけども、ワンダーと一塁から代打のブライト選手が、まあホームラン、ツーランホームラン打ちまして2点返されると。で、8回裏ですね、ワンアウト二塁からマドル選手の強烈なセンター前ヒット。で、ツーアウト三塁から若林選手のセンター前ヒットというところで、まあ6点取ってね、6対2というところで、今日勝利をいたしておりますと。はい。じゃあですね、スタメンの変更点ね、ちょっと見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながらね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずじゃあ、ホーム側のジャイアンツから見ていこうと思います。はい、今日、先ほど言いましたけども、昨日セカンド、吉川選手入ってたんですけども、2番にね、入ってたんですけども、今日は6番に入っておりますと。で、反対にですね、昨日6番だった浅野選手がですね、今日2番、ライト、浅野というところで、打順をね、2番と6番を入れ替えたという形になりますと。で、昨日、サードを守った岡本選手が今日は、ファーストで守っておりまして、昨日、ファーストで出てた大城さんが、まあ、今日は欠場しておりまして、っていうところですね。はい。で、今日は5番に、坂本選手が入っておりますと。はい、サードに坂本選手が入っておりますと。で、ピッチャーはですね、西舘投手だったんですけども、今日は井上投手というところで、なんとかね、連敗は、避けたいというかね、もう絶対避けなければいけないという状況なんで、そこはね、井上投手も分かったんじゃないかなというふうに思います。で、対するドラゴンズ見ていきますけども、ドラゴンズはあまり、変更でなくてですね、昨日1番サードだった福永選手が今日は出てなくて、2番にサード山本選手が今日出ておりますと。で、昨日2番センター岡林選手だったんですけども、今日は1番に抜擢されておりまして、1番センター岡林というふうになってますと。で、ピッチャー昨日福谷投手だったんですけども、今日は柳投手というところで、まあ非常にまあコントロールがいいピッチャーというところ。で、まああんまりこう、柳投手ね、ファームの成績なんかを見てたんですけども、あんまりこう調子は良くないんじゃないかなっていうところはあるんで、
まあそういったところで、どれだけね、まあ、早めにね、点を取れるかっていうところ、早く井上投手を援護できるかっていうところに、今日のね、試合の、鍵になってくるんじゃないかなというふうに思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、今日、浅野選手、まあ4安打かなしたんですけども、なんで4安打できたのかなとか、相手のバッテリーの配球はどうだったのかなとか、もう含めて、ちょっと詳しくね、ちょっと見ていきたいと思うんで、ここから見てください。はい、ここから見てください。ここからね、他の YouTuber がやってないようなことやるんで、ここから見てください。OK? はい、行きまーす。はい、まず1回裏、まあ先ほど言いましたように、浅野選手ホームラン打ったんですね。はい。で、すごく、まあ、勢いもたらしてくれたチームにね、っていうところありますと。で、まあ、これも、まあ、カットボールが少し甘く、入ったボール、なんですが、まあ、それをね、しっかり、左中間ね、ホームランを出たっていうのは、浅野選手、素晴らしいな、というふうに思いますし、まあ、満塁ホームランもありましたし、まあ、この間のね、タイムリーもありましたけども、非常に、躍動してくれてるな、というふうなところはありますと。はい。で、2回もと見ていきましょうか。せっかく先制点取ってね、浅野選手がホームラン打ってくれて、あ、いい感じやなと思ってたんですけども、そのすぐにね、2回もってすぐに、先頭の石川選手フォアボール出したんですね。ちょっとね、これね、こういうところなんですね、井上投手が。こう、もう一歩ね、抜け切らないというか、まあ、すごくいいピッチングしてるんだけども、こういう、この、ここは、押さえとかなあかんというかね、この、ここはしっかりこう、なんて言うんだろう、やらなあかんっていうところが、ちょっと抜けてるところは多少あるんですね。はい。で、フォアボール出しちゃうと。で、ただ、しかし、ノーアウト一塁から宇佐美選手を空振り三振、村松選手を空振り三振っていうところでね、左バッターを、二人ともね、しっかり三振取れたっていうのは良かったと思いますし、まあ、今日特に序盤なんかね、左バッターに対して、ツーシームという球種をすごく多投してた。うん、インサイドのツーシームをすごく多投してて、まあ、宇佐美選手もね、これツーシームファール、ストレートファール、ツーシームインサイドっていうところ。で、村松選手に対しても、ツーシームストライク、ツーシームファール、ストレートファール、スライダーっていうところで、まあ、ツーシームというか、特にインサイドの左バッターに対してインサイドしっかり投げ切れてるっていうのは、まあ、非常に良かったなというふうに思いますし、まあ、後半ね、その配球が生きてきて、攻め方を変えてもね、非常に有効的だったんじゃないかなというふうに思いますと。はい。で、次、2回裏見ていきましょうか。2回裏も、まあ、チャンス作ったんですよ。ワンアウトから門脇選手ヒット。で、井上選手バント決めて、で、ツーアウト二塁で丸選手がフォアボールで、で、ツーアウト一二塁で浅野選手、まあ先ほどホームラン打ってますと。で、まあ変化球、抜けた変化球、カットボールを打ってるんで、まあ相手バッテリーからしたら、まあ同じカットボールで打たれるのは嫌だなっていうところあると思うんですね。で、そこでスライダーから入るんですよ。スライダーストライク、スライダーストライクって、どっちも見逃しで取って、で、スライダーもう一球行くんですね。で、スライダーで、3球で、ワンボールツーストライクというふうなカウントになっていくんですね。でそこで、浅野選手、まあ、スライダーというかね、変化球ばっかり見てて、まあ、ちょっと比重が高まったと思うんですよね、変化球の。で、そこで最後まっすぐ行って、まあ、ちょっと振り遅れたような形で、まあ、空振り三振というところで、ここは、柳、宇佐美バッテリー、非常にうまい配球ができたんじゃないかな、というふうに思います。はい。で、次行きます。はい、3回表ですね。これね、結局、今日、ジャイアンツ12本ヒットで打ってるんですけど、結構ね、やっぱ塁出てたりとかしてたんですが、まあ、序盤なんかは特に、ヒット出てるんだけど、意外と点取れてないっていう状況は結構あったんですよ。で、まだ、ね、この3回表の時点も、まだ1対0なんですね。だから何が起こるか分からないっていうところ。で、ワンアウトから岡林選手にヒット打たれると。で、ワンアウト1塁で、山本選手空振り三振取るも、ツーアウト一塁から、この川越選手に、まあ、焦点で何安打打たれるんですね。で、この時に、一塁にね、門脇選手が送球して、まあ、セーフになって、なったんですけど、その一塁ランナーの岡林選手が一気に三塁まで落とし入れるんですね。で、これがすごくナイス走塁だったと思うんですよ。で、ここで、ツーアウト一三塁、細川選手。で、先ほどね、まあ、ピンチ、浅野選手がね、チャンスか。チャンスに、三振してしまってるっていうところ、もあって、この回ちょっと怪しいなと思ったんですよ。で、このツーアウト一三塁で細川選手が打った打球ね、これ確実にね、これ内野安打やなと思った打球なんですよ。ショートの三遊間にいた打球なんですけど、それを門脇選手が取って、めちゃくちゃ強い体幹でバーンファースト投げて、ファーストアウトしてるんですよ。これちょっとね、門脇選手じゃなかったら間違いなくヒットなんですね。もしかしたら取れてないかもしれないし、取れてたとしても、あの体勢、あの深さから、ファーストアウトにするって、ちょっとね、
えぐいんですね。はっきり言って。うん。だから、まあ、今日はね、井上投手とか、まあ、浅野選手とかがね、まあ、ピックアップというか、クローズ、注目されがちですけども、このプレーっていうのはえぐいです。普通に言ったら、これ同点なんですよ。これ1対1で同点になってる場面なんですけど、このプレーがあったからこそ今日勝てたかなって僕は思いました。これ非常にナイスプレーだった。これちょっとえぐいです、ほんまに。はい。まあ、昨日のね、ホームのアウトしたプレーもありましたけども、ちょっとね、門脇選手乗ってきてるなっていうところはあるし、まあ、もともとね、まあ、去年からま、これぐらいやれる選手ではあるので、まあ、打撃もね、最近調子がいいので、すごくこう、攻守ともにね、こう、いい流れになってきたんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まだ1対0ですよね。で、3回ぐらい行きますと。で、この回、セントモンテスがツーベース。で、ノーアウト2塁から岡本選手がこれ、レフト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁という、めちゃくちゃまあ、絶好なチャンスの時に、まあ、坂本選手が、まあ、ちょっと浅めの、ちょっと左中間寄りのセンターフライ打つんですね。で、まあ、場面としてはノーアウト1、3塁。で、まあ、結局、これで、犠牲フライを打てなくても、まだワンアウト1、3塁なんで、まあ、全然いいんですね。で、センター岡林選手で、まあ、肩強いと。で、守備範囲も広いというのはもうみんなわかってると。で、まあ、決して、まあ、深くはない打球。うん、浅、ちょっと浅いなっていう感じの打球なんですよ。定位置ややちょっと前かなぐらいの、フライだったんですよね。で、僕的にあれ、まあ、モンテスもね、別にそんな足は遅くないんで、まあ、あれなんですけど、まあ、岡林選手の肩があるんでね、ちょっと、まあ、ノーアウトというところで、まあ、行かなくてもいいんじゃないかなって、まあ、アウトになったから言うっていうところももしかしたらあるかもしれないけども、でもまあ、ワンアウト一三でもまあいいかなっていうところはあったんですよ。だけども、まあ、モンテスもね、こう、バーンとフライ上がって、まあ、亀井コーチにこれ行くかみたいな感じの、ジェスチャーしててね。で、多分、亀井コーチが多分行くみたいな感じで言ったと思うんですよね。で、それで行って、まあ、ホーム、まあ、スライディングもできずにアウトになったってとこなんですけど、まあ、あれはちょっとね、ボーンヘッドやったかな。ボーンヘッドというか、まあ、ちょっとあれはどうやったかなって思いました、正直ね。うん。まあ、もうちょい深いフライで、定位置ぐらいまで飛んでたとしたら、そうやったら全然いいと思うんですよ。まあ、それやったら、まあ、モンテスの足がというか、モンテスがちょっとあれやったな、みたいな感じになるんですけど、ちょっと浅いフライだったんですよね。で、ノーアウトやから、そんな無理しなくてよかったんちゃうかなって。まあ、1対0でね、まあ、点が欲しいのはわかるんですけど、まあ、その後もね、吉川選手とか、いるから、まあ、そんなに、あれなのかなって僕は思ったんですけどね。まあ、それ行ってしまってアウトになっちゃうというところですよね。で、ゲッツーになってしまって、結局2アウト2塁というところで、まあ、吉川選手がレフトフライに倒れて、まあ、この回点入らなかったんですよね。言ったらノーアウト1、3塁っていうところで、から点が1点も入らないっていうところですよね。まあ、地獄ですよね。うん。はい。でですね、4回表行きますと。はい。まだこれね、1対0という場面なんですね。まだ、どっちが勝つかとか、まあ、全然わからないような状況で、まあ、ワンアウトから宇佐美選手に、まあ、2塁を打たれるんですよ。で、ワンアウト2塁から村松選手が、ファーストゴロで、まあ、2アウト3塁という場面ね。ここで、まあ、さっきのね、まあ、タッチアップでダブルプレーになったとか、いろいろあるんで、まあ、ちょっと雰囲気悪いじゃないですか、ジャイアンツからしたらね。で、ここで、まあ、おそらく打たれるかなってちょっと思ったんですよ、僕ね。ただ、ここで、田中選手を空振り三振取ったんですけど、これが素晴らしいボールだったんで、ちょっと配球チャート見ていきましょう。はい。これね、まあ、空振り三振したんですけど、まあ、みんなさんちょっと覚えておいてもらいたいんですけども、同じボールを、行ったとしても、同じボール、同じコースあたりに行ったとしても、バッターは、カウントによって振ってしまうことがあるということなんですよ。どういうことかっていうと、これね、フォークボールでストライク取って、ストレートでストライク取ってるんですよ。で、2球で2ストライク追い込んでて、で、フォークボールでボールだったんですよね。うん。で、フォークボールでまたボールだったんですよ。で、最後もう一丁フォークボール行ってバッター振ったんですけど、これどういうことかっていうと、ツーストライクノーボールからフォーク行きましたと。で、ボール。これは、フォークもあるかもしれないという比重があるんで、頭の中にあるんで見逃せるんですよ。で、2球目。だから、ワンボールツーストライクからのフォークも、見逃したと。これも、まあ、まだフォークあるかなっていうふうに思って、まあ、フォークをケアしてるんで止まるんですよ。だけども、2球フォーク行って、そこそこいい高さに来てるボールを見逃してるんで、バッターも、このフォーク見逃したら次球種変えてくるやろとかってちょっと思い始めるんですね。で、そこでもう一丁フォーク行って、で、いい高さにまた落ちてきたんですよ。だから、バッター振って三振だったんですけど、こういう感じで、まあ、カウントが進むことによってね、バッターの心理とか考え方も変わってくるんで、同じようなボールを行ってたとしても、バッターが、
先ほどはバット振らなかったのに、振ってしまうっていうことが起きるんですね。だからここはですね、まあ3球フォークを続けたっていうのもそうですし、しっかりそのね、ある程度いい高さに井上投手が投げ切れたっていうのが非常に大きいと思ってて、こういうボールをね投げれてると、まあ非常に、これからもいいピッチングを続けられていくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい、そんな感じです。まあいいボールでしたよね。いい高さでしたしね。はい。で、5回裏ですよね。こうやってねピンチを抑えた後にチャンスあるというところで、まあ浅野選手がまたツーベース打ちますと先頭でね。でノーアウト二塁でモンテスがセンターフライでタッチアップしてワンアウト三塁で岡本選手で、フォアボール。で、ワンアウト1、3塁で、坂本選手空振り三振。ちょっとね、またね、ノーアウト1、3塁でさっき、点取れへんかったみたいになるんちゃうかっていうふうに思ってたところ、この2アウト1、3塁から、まあ、吉川選手のこのタイムリー。これめちゃくちゃでかかったですね。うん。またこれさっきみたいに点取れへんちゃうかっていうふうなところで、吉川選手が打ってくれたっていうのは、非常にナイスバッティングだったし、今日、まあ、2番と6番を入れ替えて、まあ、非常にハマったんじゃないかなっていうふうに思います。で、ツーアウト1、3塁から、まあ、岸田選手の時に、まあ、ワイルドピッチとかあって、また、追加点が入りますと。はい。で、この時点で、まあ、3対0ですよね。で、6回裏にもですね、まあ、浅野選手、ワンアウト1、2塁から、センター前のタイムリーというところで、点を入れまして、まあ、4対0ですよね、ここで。はい。まあ、これも、まあ、その、浅野選手が打ったのは、すごいんですけど、まあ、相手の中日バッテリーもね、結構、なんて言うんだろう、変化球ばっかり打たれてるんで、なんでストレートいかないんだろうなっていうのはちょっとありました、正直。はい。で、ここ7回表、まあ点取られてしまう回なんですけど、これね、まあこれ、まあ安倍監督が言ってたんであれなんですけど、まあ先頭の村松選手がファーストへの内野安打打つんですが、まあちょっとベースカバー遅かったんですね、井上投手の。うん。で、まあちょっとこう、ファーストのベースにポーンって当たって、ちょっとこう、なんて言うんだろう。あ、行かなくていいかなみたいな感じにもしかしたらなったかもしれないんですけど、これは、基本的にピッチャーというのは、もう自分の右、自分の左側に打球飛んだら、もうファーストに走り出さないといけないんで、これは、もしね、井上投手がちゃんとベースカバーに行けてたとしたら、ギリギリアウト取れたかなぐらいのタイミングだったんですね。だから、そういったところをね、やってしまうとね、やっぱチームへの信頼もそうですし、良くないことが起きる可能性が高いんでね。で、実際これワンアウト一塁からホームラン打たれたりとかしてるんで、だからまあ、このベースカバーのせいだとは思わないけど、でもやっぱりこう、それによって、まあ、塁を出してしまってね、出塁させてしまって、まあ、これがツーランになってしまったっていうところがあるんで、そういったところはね、井上投手がここからね、プロ野球で長く生活していくためにはすごく大事なところだと思うんで、そこはね、しっかり反省してもらいたいなというふうに思います。はい。で、まあ、2点取られましたけども、まあ、8回裏にですね、まあ、丸選手の、まあ、強烈なセンター前ヒット。で、まあ、まだね、ワンアウト1塁から浅野選手、まあ、2塁で打ったりとかね、ありました。まあ、ホームでアウトになっちゃったけど、丸選手はね。でも、まあ、非常に、まあ、これも結局フォーク打ってるから、すごくなんか配球、なんかあれやなって、めちゃくちゃ変化球ばかりやなっていうところはあったんで、なんかデータが出てたのか、まあ、その、浅野選手が変化球で苦手とか出てたのかわからないけど、でもめちゃくちゃ変化球ばっかりだなっていうところがあったんで、多分明日ね、多分まっすぐで多分攻めてくるんちゃうかなと思います。こんだけ変化球言ったらね。はい。で、2アウト3塁で、まあ、若林選手のね、センター前ヒットとかありまして、まあ、この回2点取ってね、まあ、6対2という風なところでね、勝利をいたしました。はい。まあ、非常に、言いましたけども、門脇選手であったりとか、まあ、井上投手もそうですし、まあ、浅野選手の方もね、非常にいい活躍できてますと。まあ、その、少しね、やっぱりこう、まあ、ベテランのね、肩の力っていうのも必要だと思いますしね。まあ、浅野選手、まあ、いつまでこう、好調が続くかわからないですけども、その、好調が続いてる間はね、非常にこう、チームに勢いをもたらしてほしいと思いますし、その間にね、岡本選手であったりとか、丸選手であったりとか、他の選手もね、まあ、岡本選手でちょっと上がりつつありますけども、丸選手がね、ちょっと、やや、ちょっと、まあ、今日もタイムリー言ってるんであれなんですけど、ややちょっと前よりも落ち気味っていうのがあるんで、いい感じでね、みんなが調子、良くなって悪くなってってじゃなくて、こう、いい感じでこう、みんなが、ね、交互ぐらいに、まあ、日替わりヒーローじゃないけど、そういった形で、出て、チームが勝ってる時ってめちゃくちゃいい時なんで、そういう感じでね、調子がいい人、悪い人がいながらね、でもそれでもいい形で勝っていくっていう、ところに持っていければ、非常に、広島であったりとか阪神と優勝争いね、面白くなってくるんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。